札鶴駅は、北海道斜里郡清里町札鶴町にある、北海道旅客鉄道の専門本線の駅である。駅番号は、B68。電報略号は鶴。1977年の札鶴駅と、周囲約750メートル範囲。上が、し走方面。若干ずれた形の相対式ホーム2面2線と、駅裏側に副本線。 駅舎予告白側の貨物ホームへ引き込み線、その南側のストックヤードへも引き込み線を有している。駅裏はベニア工場の敷地。町の周囲はシャリ川流域の畑作地帯。後に貨物荷物扱い廃止に伴い貨物線が撤去されたが、駅舎ホーム側へ防線化されるとともに南側のヤードへ補線用の引っ込み線が再度敷かれた。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成所在地名よりアイヌ語のサクルに由来しサツツル川沿いに山越してケネカ川沿いに市別へ至る交通路があったことによるものであるこのほか長田法政が猿に由来するとする説を出しているがこれについて山田秀三は読み違いであろうとしている 短式ホーム一面一線の地上駅。旧下り本線が使われており、かつては上り本線、副本線及び貨物ホームを有していた。知床車利駅管理の無人駅である。1日の平均乗降人員は以下の通りである。サッツルの集落が広がる。ありがとうございます。